沖縄手帳発行人の季節限定ユンタクランチボックス FM 小里 FM ギノワンのちょうど田中あたい761丁目797番賃貸あゆるコザジノン放送ヤーゴアのつづらふじけうとうてチューンヤーニンジュシヌーガナアビトーシガー火曜のつづらふじ劇場じゃ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 配役申し上げます。つづらふじ上自由田辺由紀チルマチヨナハジンワッタチョウデイヤイビーンヤイビーン。チルマチと上自由は父失踪事件の真相に迫るべくの巻ワッタウェキガヌーヤウミンカエンジテムドゥティチャービランシガウリヨチュウちゃんなんか人会フリウンやこの話、うちあきすが。あと他県どうこのつづらふじ劇場。次の開催にうわいやこと。はあやんな。やさやみいらんなって12、3人ないんや。この12人でいちゃるもの、飼育いめいくいし。一緒に住むみいらんなって品数そうて。うりに、しからさんどうや。やさや。いふえ、うと落ちちゃったしが。じちぇすうやなあぐそんかえんじたんでよたいうぐとおることねえらんたーがうぐとおることあまういんじかちんのいい不審のあいびーさのんちしちょがやよくんあまういからそうくとさぐらなやちむひらかちやさややしがちゃあしフリースタイルバトルさん、違う、フリースタイルラップバトルさんに。ミュージックスタート。よ、チリティ、ねえねえ、ねにかえる、はなん、はるくりばまた、うん、いる、まさる、くつのうりしゃ、チルマチ、どうディン。はは、ゆくしゃらに、無理、ならん。は、ええ、しくれ。無理やさ。ええ。ウニゲーやさならんよしもんよとうっさ受けたきせつ限定ユンタクランチボックスランチボックスランチボックスユンタクランチボックス。はあ、つづらく藤家は今日もデイジナトン。はあ、11代の番組沖縄手帳発行人の時間からジンさんに残って出演していただきました。ジンさんありがとうございます。さあ午前中お疲れ様です。改めましてこんにちは、スタッフの田辺駅です。巻ママの代打で出ておりますが、もう京都入れてあと2回ですね。次が最終回となります。いやー、季節限定と言いながらなんかね半年ぐらいやってきたんですけどね。いやいやいや、楽しんでやっております。梅雨ですけどね、今日も天気がいいですね。皆さんいかがお過ごしでしょうか。昨日私歩いてたらパパイヤの木が枝がなんかタコの吸盤みたいになってるじゃないですか、形が柄が。そのちょっと平面になったところにアフリカマイマイがぴったりぎっしりこうひっついてまして、ああこの湿気が大好きな仲間たちが生き生きしてる季節だなと感じました。あ、皆さん湿気はどうでしょうか。今日はでもね、あんまりちょっとカラッとしてるかな。まあでもこの時期油断できないですけどね。今のところ一応晴れております。はい、まあ、お昼休み皆さんゆっくりできますかね。ちょっと休憩がてら聞いてください。
さあさあ、毎週おいしい情報をいっぱい詰めてあなたにお届けしたいメニューを申し上げます。一の重は今日の給食、二の重食べ歩きレポートパス、三の重朗読ちょっとだけ読んじゃうよ、四の重はあなたからのメッセージです。よかったら参加してください。それでは参りましょう。22個目季節限定ユンタクランチボックスお届け。季節限定ユンタクランチボックス。さあ、この番組 FM コザ、FM ギノワン、FM那覇のラジオではもちろんのこと、サイマル放送で完全同時放送をやっております。無料アプリリッスンラジオで全国どこからでも簡単に聞くことができます。またツイキャス、ユーストリームで映像と音声をネット配信しています。 FM コザ、FM ギノワン、FM 那覇の各ホームページからどうぞ。コメントもお気軽に、つぶやきも大歓迎です。早速ね、ギノワンのツイキャスにメイグーから内縄口フリースタイルバトルわらわらわら来てますありがとうございます。あー、ラップのあのライン、あのなんていうの、トラックにあの龍花を乗せてみました。どうだったでしょうか来週最終回だからと思って、ちょっとこれ全部で今19回目なんですけど、あ、このつづら富士劇場はですね、ちょっとなんか落ち着けないといけないなと思って、別にストーリーではなかったんですけど、急にストーリーにしてみました。今週は、さあ来週最終回どうなりますでしょうか。ぜひ楽しみにしていてください。さあ、そしてこの番組お聞きの方には豪華リスナープレゼントもご用意しておりますよ。ラストまでぜひ聞いてください。ではオープニングナンバー、八代亜紀で五月の子守唄勤しぎ。はい、レナさんこんにちは。あ、どうですか、お昼休みですか。今皆さん何か食べてますか。何食べてますか。あ、 AKB ファンさんこんちーす。いやー、この季節限定ユンタクランチボックスがね、今日は22回目なんですけど、だんだんこうね慣れてきて楽しくなってきたところで、来週で終わりなんですけど、白馬のガースケ、白馬のガースケ、うん、聞いたことある、ない雪ゴン、雪ゴンって呼ぶってことは誰だっけなんか雪ゴンって呼ぶ人一人だから、あの方かな。こんにちは。
静岡の、うん、花丸うどん、うん、ほんまにうどんばっかり食べてる毎回うどんやな。でもな、うどんは美味しいよな。この番組は目指すは地域のホットコミュニケーションステージ、うるま市結婚式場入山は沖縄市の丘の上沖縄グランメールリゾートの提供、他各社の協力でお送りします。あ、130円、安っ。ザルラーメン、ザルラーメンってなんや、ザルうどんとかザルそばみたいな感じ。へえ、そんなの初めて聞いた。あ、安いから？へえ。で、ゴースケさん助けに入ったんですか？あ、また間違えた。季節限定ユンタクランチボックスをお送りしています。あ、ツイキャスなんかいっぱいありがとうございます。めいぐーちゃん最高でしたありがとうございます。つづら富士劇場を20回ぐらいやってますけど、あ、19回ですけど、反応ないですからねいつもシーンとしてますから、今日反応があってよかったです。ありがとうございます。 AKB ファンさん、そして白馬のガースケさん、来てますね。こんにちは、よろしくお願いします。そしてレナさんも、ゆきさんこんにちはって、ありがとうございます。今お昼休みでザルラーメン食べています。生麺がそばの代わりですね。めっちゃ美味しいですよ。あー、ザルラーメンって食べたことないけど、美味しそう。いいですね、この季節ね。そして、あ、じゃあ後で、こう、長文になってますんで、後で読みますね。では、最初のコーナーに参りましょう。季節限定、ユンタクランチボックス。
給食なんえ。今日の給食なんえのコーナーです。今ぐらいの時間ちょうど子どもたち給食を食べていると思います。今頃何を食べているのでしょうか。各学校のメニューを覗いてみましょう。まずは沖縄市から第一調理場です。5月23日牛乳、高菜ご飯、大根ともずくのキムチあえ、シューマイ、グレープフルーツ、今日結構何風、ちょっぴり中華風、いやでもないなちょっと何風かわからない、チャンプルーなってますね。はい、高菜ご飯、高菜漬けが入ってるんですね。あと人参、玉ねぎ、からし菜も入って、あと豚肉と油揚げも入ってるみたい。あ、そうなんだ。私想像してた高菜ご飯と違うわ。だいぶいろいろ具が入ってますね。美味しそう。では続いて沖縄市立学校給食センター諸見調理場です。5月23日牛乳、昆布ご飯、豆汁、魚の塩麹焼き、果物プラム、昆布ご飯って何かな。豚肉、昆布、白かまぼこ、切り干し大根、人参、ネギが入っています。ほほーん、へえ、ジューシーみたいな感じかな、の昆布多めみたいな感じかな。でも切り干し大根とかも入っているので、へえ、なんか結構具がありそうですね、これもね。で、豆汁とは何でしょうかねと、豆腐、豆乳、薄揚げ、味噌、あー確かに豆だわ全部素材大豆ってね。でも加工されて、でも一つのお皿に入ってしまうみたいな豆腐、豆乳、薄揚げ、味噌、見事に大豆ですね。すごい。あ、かっこ大豆の大変身汁、なんか食育ですかね。大豆、一つの大豆でもこんな風に加工されていろんな味になりますみたいな。へー。で、魚の塩麹焼きは酒です。で、レモンがかかっているそうです。はーい、次、宜野湾羽衣学校給食センター。今日はご飯、かぼちゃの味噌汁、五目煮、レンコン入りつくね、はい、かぼちゃの味噌汁は油揚げと鰹節、味噌が入ってます。五目煮は鶏肉、大豆、鰹節、大根、人参、椎茸、いんげん、こんにゃくが入っています。いいですね。鶏肉最近食べてないな。食べたいな。あー、お腹減ってきた。レンコン入りつくね。これ凝ったもんですね。レンコン入りつくね。あ、そっか。つくねにレンコンが入ってるんだ。これちょっと食感残ってる感じですかね。それともおろしてある感じですかね。おいしそう。はい。次。回し学校給食センター那覇に行きます。今日はきんぴらごぼう、ちぐさ焼き、麦ご飯、味噌けんちん汁、牛乳、
ちぐさ焼き、ちぐさ焼きは何だろうかな、ちょっとわかんないですね。けんちん汁、ちょっとまた熱そうなメニューですね。あ、でもなんか素朴なね、和食って感じでいいですね。次、あ、じゃあ学校給食センター、ん、カレークノーデル、黒糖パン、白菜のクリーム煮、牛乳。カレークノーデルとは何でしょうか。さっぱりわかんないですね。黒糖パンはコッペパンの黒糖味かな、美味しそう。白菜のクリーム煮、美味しそう。これなんか何入ってるのかな、何入ってるか分かればいいんだけど、ちょっと読み取れないですね。はい。で、次、いつもこれで終わってるんですけど、西原町もやってほしいということでこの電波が FM コザの電波かな、西原町にも入っているようなので、西原町学校給食共同調理場のメニューです。今日は麦ご飯、そして、もずくスープ、人参しりしり、魚のシークワーサーソースです。沖縄素材の食材がいっぱい使われているんですね、今日はね。はい、いいの、人参しりしり、もずくスープ、魚のシークワーサーソースというのが気になりますね。さっぱりして美味しそうですね。はい、以上、今日の給食なんへのコーナーでした。皆さんはお昼ご飯今食べてますかね。皆さん何食べてるか、また後で教えてください。
海その愛、水曜日のアフィーチャリング、水曜日のカンパネラへ お伝えしました。いやもう最高、このアレンジがすごい、誰がアレンジしたのかなって思います誰かわかんないんですけど、天才、めっちゃいい歌ですよね。加山雄三さんのね声も入ってましたけど、いや名曲ですね。季節限定ユンタクランチボックスをお送りしております。レナさん、昆布ご飯食べたい、昆布ご飯食べたいね、美味しそう、食べてみたいですね。給食コーナーあの給食コーナーにいろいろなんかね、ツイートありがとうございます。 AKB ファンさん、今日の西宮小学校給食は、ご飯、麻婆厚揚げ、卵とコーンスープ、グレープフルーツです。西宮給食だよりでした。ありがとうございます。白馬のガースケさん、給食より雪ごんの手料理が食べたい。給食の方がバランスよく食べれると思いますけど私の料理はどうかな。なんかね、ちょっと勉強中ですね。自分が、あれがうまいです。卵焼きは修行した。あと、チャーハンはうまいですよ。チャーハンは好きすぎてめっちゃ研究したんですよ偏ってますね。なんかこう何でもできるってわけではないですね。あとは、まあ、ツイキャス切れる頃ですかね。じゃあちょっと後にしましょうね。それでは、ここでお聞きの方に豪華リスナープレゼントのご紹介です。昼ラジオお聞きの皆様へリスナープレゼントのお知らせです。今週のプレゼントは沖縄市沖縄グランメールリゾートドレスダイナーのランチ券を一組様です。豊富なメニューに沖縄を感じさせる贅沢なバイキングを沖縄市の丘の上でお楽しみください。ご希望の方はメールでお送りください。件名に昼ラジリスナープレゼント、本文にはお名前、ご連絡先を必ずご明記ください。また番組へのご意見ご感想もお寄せください。メールアドレスはひるらじ12 @gmail.com です。ひるらじ12 @gmail.com です。締め切りは今週いっぱいとなります。たくさんのご応募お待ちしております。当選者は来週のこの時間ひるらじで発表いたします。なお、ご当選された方はスタジオに取りに来ていただくか、着払いで郵送可能の方とさせていただきます。で、先週のプレゼントの当選者を発表します。先週は沖縄マリオットリゾート&スパのランチ券と言いましたけれども、実はサプライズでトリプルプランチケットのご当選者を発表します。3人のママきなっち様、そしてイナムルチ様、おめでとうございます。トリプルとはどういうことかと言いますと、ランチだけではなくてランチとプールとビーチ、このトリプルです。ランチの、マリオットのランチだけでも美味しくてすごいんですけど、そのランチのこのフロアとプールがもうつながっててですね、水着にちょっと羽織ったらランチ行けるみたいな感じの場所になっていて、ラフな格好でいいんですけど、ランチして、朝から、おすすめは泳いでお腹減ったって言ってランチそのまま行って、でまた食べたって言ってプールサイドで休憩して、でからまた気が向いたら泳ぐってのができるんですよ。このプールがまたちょっとしたなんかガーデンプールとかじゃなくて、すんごい広くて、形もなんかいろんな形していて、浅いところも深いところもあって、浅いところなんかこの素敵な砂浜みたいにこうなだらかに深くなっていくところとか、いろんなところがあるので、どんな年齢の方でもね楽しめるようなプールとなっています。子供たちが遊ぶようなところもあるし、大人でも泳げるし、あとはカップルとかでいい雰囲気のね草むらみたいなのもあったりとかね、すごいんですよ。でプラスビーチ、かりゆしビーチが近くにあるということで、ホテルからシャトルバスも出ているそうで、こちらのビーチも
普段は有料なんですけど、こちらもセットになっているので、このチケットで行けるということです。すごい。マリオット、今回当てたお二人さん、おめでとうございます。で、この、また来月にね、この トリプルチケットの、リスナープレゼント入ってきますので、また来月今度ね、狙ってくださいね。はい、ぜひ、今週は、沖縄グランメールリゾートのドレスダイナーのランチ券です。ぜひこちらもご応募ください。那覇。あ、那覇のツイキャスの方、誰も見てないのか。あ、一応見てる人はいる。誰かメッセージください。何も書き込みがない。限定ユンタクランチボックス。季節限定ユンタクランチボックスをお送りしております。お、太郎介さんが FM 那覇のツイキャスから、こちらは花花花花って乾杯みたいな意味でしたっけ。ゆきちゃんこんにちはって来てます。こんにちは。はい、なんかアイコンが変わっているみたい。そしてもうギノワンのツイキャスは追いかけられなくなってるんですけど、たくさん書いてくださってありがとうございます。どれを読みましょうかね。あー、卵焼きならオイラもうまいよって、白馬のガースケさん、おー、食べてみたい。ありがとうございます。あとは給食を昔残していたから、給食のおばちゃん、給食残したりしてごめんなさいって来てますね。あー、給食ね、食べれない。私はもう、ちっちゃい時からガチマヤでしたから、おかわりするぐらいの方でしたけど、もうすごい早く食べ終わって。でも食べれないで、もたもたしてる人もいましたね、確かにね。で、あれ絶対残したらいけないって言って、私の時。もう、食べれるまで、掃除時間になっても食べてる人とかいましたね。今もですかね。先生によるんですかね。どうでしょうか。でも、食べれないもの食べれないですよね。嫌いなものとかね、出た時はね、これちょっと無理だからって言って、許してもらえないんですかね。どうでしょうか。はーい。あと AKB ファンさんが、かけうどん、
130円食べてると。安っ。あるんや、130円で。まだ、このご時世に。すごいなぁ。しかも、うどん美味しいからなぁ。はい。いいですね。ご飯が130円で済んだらええわ。はい。さあさあ、それでは、次のコーナー。ちょっとだけ読んじゃうようなコーナーに参りましょう。なんか、ゆったりしてるとこんな時間です。ですね。先月、絵本作家の版画家のね、義間博士さんが11日に亡くなられました。94歳だったんですけどもね。なんかこの、版画で沖縄のことを描いていて、風景とか人物とか、で、綺麗な色の絵本っていうと、なんかなんとなくみんな浮かべるような、ね、みんな知ってる感じですよね。あの絵か、みたいなね、義間さんのことみんな知ってると思いますけども、今日は追悼の意味も込めまして、義間博士さんの、絵の絵本を紹介していきたいと思います。では、ね、この方は、沖縄の女性とか風景とか、あとは戦争のこととかも、題材にして、絵本作品をたくさん残されている方です。では今日ご紹介するのは石になったマーペー。沖縄八重山地方の伝説からです。石になったマーペーというのは沖縄の八重山地方に伝わる伝説をもとにした悲しい愛の物語です。黒島と書いて黒島。黒島の宮里村にマーペーという女の子と3つ年下のウダニという男の子が暮らしていました。二人は幼い頃から兄弟のように仲良く育って、やがて大きくなると行く末を誓うようになります。ところが琉球王府からの命令があって、村に住む人たちのうち400人ほどが遠い別の島へ移されることになります。マーペーはウダニと別れなければならなくなったという、こんな悲しいお話です。では、実話を元にしたお話です。では、このね、背景には人頭税時代の悲惨な歴史的背景、ね、複雑な背景があるんですけれども、それをね、絵本にして子供たちでもわかるように描かれています。では、石になったマーペー。今から250年ほど前のことです。沖縄の八重山群島にある来島の宮里村に、マーペーという黒い瞳の美しい娘が住んでいました。マーペーの家は村の狭い道の角にありましたが、道を挟んだ向かいの家には、ウダニという三つ年下の男の子がいました。このツイキャスというストリーム見てる人は、絵もちょっと見せますので見てほしいですね。義間さんの版画です。この何気ない1ページ目なんですけど、何気ないことが書かれているようですが、これが重要で、ただ道を挟んだ向かいの家にウダニという三つ年下の男の子がいましたっていう、そこがね、後でね、大変なことになるんです。はい。マーペーもウダニも共に一人っ子でした。ですからマーペーは幼い頃からウダニのことを自分の弟のように可愛がっていました。両親たちが畑仕事に出てしまうと、マーペーはいつも家の前の道で、ウダニを相手にままごと遊びをしたり、カタツムリを取ってきて角を突き合わせて遊ぶつだみ遊びなどをしていました。ウダニが眠くなってむずかれば、小さな背中にウダニを背負って、こねまのなやのでどたぼらる、ウダニドタボラル、ほいやよ、ほいや、ほよ。坊やの名前はなんとたまわった。ウダニとたまわった。ほいやほいやへいと子守歌を歌って寝かせつけます。幼い頃のマーペーはまるでムニラ、子守姉さんのようにウダニの面倒を見ていました。
そしてやがて2人は大きくなって家の仕事を手伝うようになります。でいつの間にかマーペよりウダニの方が背が高くなって振る舞いもお兄さんのようになっていきます。ついこの間までウダニはカニを取るにもマーペイに従っていたのに、いつの間にかカニのいそうな岩のくぼみを知るようになり、今では反対にマーペイに指図をするようになりました。そして自分が岩のくぼみから追い出したカニをマーペイがつかみ損ねたりすると、マーペイどうして早く捕まえなかったんだと本気になってマーペイに怒ったりするのでした。森へ焚き木を取りに行く時も、両親たちの野良仕事を手伝う時も、二人はいつも一緒です。朝紬の辛い夜鍋仕事も、やっぱり二人は一緒でした。ここのね、ページのね、版画もすごく素敵です。赤い着物を着たマーペイと、茶色い着物を着たウダニが、カニを持って岩場で裸足で、立って喋ってる絵が描かれています。ウダニが14歳になった夏のことです。法年祭でウダニはハーリーの漕ぎ手に選ばれました。村の太鼓で行われる法年祭のハーリーは島で一番の楽しい祭りの行事です。14歳ではとてもまだ村の正式の漕ぎ手にはなれませんが、ウダニは病気で出られない青年に代わって出場することになったのでした。ウダニの村の船は残念ながら競争には勝てませんでした。しかしウダニはたくましい青年たちに少しも劣らず、一度も手を休めずに貝を漕ぎ通しました。競争が終わったとき、ウダニもさすがに力尽きて白い砂の上に仰向けに転がりました。ウダニよく頑張った、もうお前は一人前だ、来年からは村の代表として今日のようにハーリーを漕ぐのだ。村の人たちはウダニを褒めたたえました。マーペイも嬉しそうでした。激しく波を打っているウダニの汗だらけの体を拭いながら、ウダニよく頑張ったねとウダニをたたえました。この時からウダニは日ごとに若者らしくなっていきました。マーペイもますます黒い瞳を輝かせて美しい山みやらびになっていきます。ある時マーペイは紅花で赤く染め抜いたティーサージをウダニに送りました。女の人が自分で織ったティーサージを赤く染めて男の人に送るのは愛の印です。ウダニはかぐわしい紅花の匂いのするティーサージを見つめながら、恥ずかしそうに白い歯を見せて受け取りました。それからしばらく経ったある日、今度はウダニがマーペイを浜辺へ誘い出しました。マーペイ、これはティーサージのお返しだ。ウダニはそう言いながら、懐から首飾りを取り出してマーペイの前に差し出しました。アンピターという貝の殻をたくさんつないで作った首飾りです。ウダニの作った貝の首飾りは、マーペイの瞳と同じように火にまぶしく輝いていました。そして村の人たちも、この二人は夫婦になるんじゃないか、両親たちもそうかなというふうに噂したりして、二人がみんなに認められていきます。そして二人も、将来を誓うようになっていきます。ところがマーペイが18歳になった1732年のことです。琉球王府は年貢を増やすことと、小さな島の人口問題等をいっぺんに解決させようと、来島や波照間島の村を分けて、石垣島や西表島の三日市に島の人たちを移らせることにしたのです。このためマーペイの住む宮里村の400人ほどの人たちが無理やり石垣島のヌスク岳のふもとへ移されることになりました。この村分け計画は道切り法と言われ、村の人たちに一言の相談もなく王府が決めたものでした。地図にある村の中の道に王府の役人が勝手に線を引き、
その中に住む人たちを移らせるというひどいものです。このためマーペイは狭い道を挟んだ向かい側に住むウダニと別れなければならなくなってしまったのです。いや、マーペイたちばかりではありません。親と子が仲の良い兄弟たちが道一つ隔てたところに家を作って住んだばかりに、その中を裂かれ泣き泣き引き裂かれることになったのです。今日は石になったマーペイを読んでいます。そして後半に続きますが、また来週に続きを読みたいと思います。すごく道挟んだ、すごく近くにいるのに別れなければならなくなってしまった。この本はチンダラ節という歌があるんですけれども、その歌から作られ、その歌をもとに作られたものなんですけどもね。人頭税時代の悲惨な歴史的背景があります。はい、どうなってしまうんでしょうか。では一曲お届けしましょう。この絵本、谷信介さん文で、義馬博さんの絵ですけども、義馬博さん、若い方とコラボもされてたみたいで、モンゴル800の琉球愛花、モンゴル800の方も、なんかコラボしていたみたいで、お届けしましょう。お送りしてきました。季節限定ユンタクランチボックス。そろそろエンディングです。いやー、石になったマーペイ。来週で読み終えますけどね。気になりますよね。また来週もぜひ聞いてください。モンゴル800と滋賀州琉球愛花っていうのをね、この版画家の義馬博さん作られたようですよ。はい。
まあ、私あの歌、沖縄の歌が大好きで、まあ、このツンダラ節を元に作られた絵本なので、ここでツンダラ節をかけそうでしょ。でもここぐっと我慢しました来週かけ自分で歌いましょうね。はい、でメッセージ来てます。最後まで時間まで読みましょう。リキさんのラジオつぶ、あ、八代亜紀曲を聴いてるうちに気分はトラック野郎。いいじゃないですか。運転中なのかな。北野リスさんからですね。八代亜紀さんいいですよね。いや今日かけたやつね、もうぜ、あ、そうか、もうまた、でもね、あんまり、まあ、あと1回だからかけれないですけど、またね、かけて、他の番組でもかけていきましょう。給食献立をおかずに聞きながら、お昼抜き、蓄えた脂肪で上しのぐ。すいませんね、なんかね、はあ、お昼抜きの人にはちょっとね、厳しいですね、こんなにいっぱいね、おかずの話してね。そして海その愛、気分は加山雄三、船着き場の出っ張りに足を乗せ海を見つめる70近いよ若大将。いやー、そんな気分になりますよね、足乗せてねそこにこう腕ついてね、カッコつけるやつね。なんていい歌なんでしょう。加山雄三さんすごいですね。なんかその、 あのフィーチャリングのアルバムが出たそうで、そこからおかけしましたよ。はい、あ、なんか読まなくてもいいって来てるので、じゃあ読まないですね、後で自分で読みますね、はい、ありがとうございます。あ、初見ダッドさん、ありがとうございます。昼、お昼12時台は昼ラジというのを放送しております。リスナープレゼントね、すごい豪華なんで、またね聞いてぜひ応募してくださいね。ありがとうございます。またね、月曜日から金曜日まで放送してますので、明日もぜひ聞いてください。それでは最後の曲かけようか、かけまいか。では最後、青木かれんフィーチャリングインディゴジャムユニットでサマータイム。昼ラジ季節限定ユンタクランチボックス。この番組は目指すは地域のホットコミュニケーションステージ、うるま市結婚式場入山は沖縄市の丘の上、沖縄グランメールリゾートの提供、他各社の協力でお送りしました。それでは火曜日の季節限定ユンタクランチボックスはまた来週最終回です。ぜひ聞いてね。お相手は田辺ゆきでした。